皆さんどうやら人間はペヤングを6秒で食べることができるようです。早食い対決もここまで来ると人間の可能性を追求する祭典みたいなね様相を呈してきますよね。さあ最終戦カレーライス 500g、 早食いの花形とも言えるこの食材、2人とも食べ慣れた食材がゆえお互いの全力がぶつかり合う形となるでしょう。僕が練習してきた中で今回出せたのがベストだったんです。でもそれを超えてくるんだっていう、自分の中でもっと詰め切れないものがあったなとは思いますね。すごく勉強になりました。先攻後攻のジャンケンをまず、はい、行きます。はい、最初はグー、ほい、後攻で後攻、了解です。いきます。さあスタート。おっといきなり餃子5個を口に含んだ。開始1秒でバケモンムーブ、4秒で5個の餃子が消えました。そして再び口に運ぶ餃子もやはり5個。こんな餃子の食べ方は見たことがありません。我々の知らない餃子の食べ方、これが早食い頂点の世界です。てか餃子5個に対して飲む水の量少なすぎませんかね。なんで5個の餃子を乾いた口の中を潤す程度の水の量で飲み込めるのかわけがわかりません。そしてここでフィニッシュ。結果は31秒46、わずか30秒で25個の餃子が消えました。見てる感じこれより早く食べようと思うと一気に10個ぐらい食べるか、なんか顔面2つぐらい用意しないと難しい気がしてきますが、これをどう破るのか山上選手。早食い対決もここまで来ると人間の可能性を追求する祭典みたいなね様相を呈してきますよね。さあスタート。一気に5個いかず2回に分けて食べてますが、飲み込むのはやはり5個。やはり5個ではないとダメなのか。まあ、多分ね、我々が想像してた餃子対決って、一度に2、3個の餃子をね、どれだけ素早く飲み込めるかを競うって感じだったと思うんですけど、まあなんかもう異次元すぎてね、5個秒で飲み込むのは大前提で、なんかどれだけ早く口に5個の餃子を運べるかの別芸になってるの面白すぎでしょ。さあそしてここでフィニッシュ。27秒66、マジで早すぎます。超える光景が想像できなかった。神山選手のタイムを 3.8 秒も上回る結果、目の前で人類の可能性が更新されていきます。ちょっと分が悪いなってやっぱり正直最初に思ったのがやっぱペヤング、やっぱ麺に関しては山上さんめちゃめちゃ強いよね。あの量でペヤングやったら本当多分0コマ何秒の差で本当勝つか負けるか、具合的にはちょっと難しいかなっていうちょっと考えがありましたね。温度がうまくはまれば僕は勝てると思ってます。多分10 9 10 11秒あたり、温度は
ちろん暑すぎても口に入れれないし、冷めすぎると逆にこう喉を通っていかないんですよ。その絶妙なペヤングってタイミングが僕はあると思ってて、その冷えすぎないで暑すぎない、まあ、その個人差あると思うんですけど、その暑く感じない、暑く感じないぐらいのところで食べるのが一番タイムが僕は出ると思う。さあスタート、勢いよくペヤングをかっこぶく山上選手、1戦目のリードを守る。大変なことが起きました。完食時間6秒なんですけど、これにはさすがの神山選手も苦笑い。皆さん、どうやら人間はペヤングを6秒で食べることができるようです。さあ、後がない神山選手、王者の意地を見せることができるか。その結果、驚異の4秒89。この結果を見た山上選手、険しい表情になるんですけど、ここで一瞬笑わはるんですよね。やはり超えてきたかと。そう来なくっちゃ面白くないと言わんばかりのその表情からは、度重なる激闘の末に生まれたライバルの実力に対する圧倒的な信頼感がうかがえます。カレーに関しては、まあ、残りの最後書き込みとかも含めて30秒いくかいかないか、20秒から25秒ぐらいなんじゃないかなと思って、最後のかき集め、そこのご飯のちぎり具合がうまくいけば同じぐらいのタイムになるかなと思ってます。完全に自分の自信ですけど、そこに関しては負けないから、単純に今まで何回かやってきた中での経験と飲む力に関しては、多分俺の方が上なんじゃないかなとは正直思ってます。さあ、最終戦、カレーライス 500g、 早食いの花形とも言えるこの食材、2人とも食べ慣れた食材がゆえ、お互いの全力がぶつかり合う形となるでしょう。さあ、フィニッシュタイムは11秒34。
500g のカレーライス、一般的なお店の並盛り程度の量があるはずですが、当然のように10秒ほどで溶けてしまいました。しかし少しカレーが残っているようです。冒頭でも説明があった通り、 15g を超えた分は 10g ごとに1秒ずつペナルティが加算されます。冒頭ではたった1秒かと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ここまでご覧の方ならその1秒がどれだけ重いかもうお分かりかと思います。さあ、そして残った重量は 22g、 結果1秒のペナルティとなります。さあ、スタート。泣いても笑ってもラストバトル。現在の差が2秒65なので、9秒59よりも早いかつペナルティなしなら神山選手の逆転勝利となります。さあ、ここでフィニッシュ。結果は10秒77。この時点でペナルティの有無に関わらず山上選手の勝利が確定いたしました。しかしその差は 1、2秒、勝利数で言えば神山選手が上と、一瞬の判断で結果が入れ替わりかねない非常に熱い戦いとなりました。毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル、神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック、お疲れ様です。お疲れ様です。合計タイムの方を発表させていただきたいと思います。山上さん3品の完食タイム46秒04、続きまして神山さんのタイムですが48秒12、その差 2秒08、今回山上さんの勝利になります。ありがとうございました。ちょっと感想をじゃあ小西さんから聞いていただいてもいいですか。そうですね、秒数は2秒なんですけども、ほぼほぼ最初の1種目目で全部持ってかれたような感じなので、ちょっとまだまだもう自分の中でもっと詰めきれない部分があったなとは思いますね。すごく勉強になりました。トータルでは勝ちになるんですけど、ペヤングのタイムにしてもカレーのタイムにしても、僕が練習してきた中で今回出せたのがベストだったんですよ。でもそれを超えてくるんだっていう神野さんの気持ちの強さっていうか、おっしゃるっていうか、すごいなと思ったんで、今回は僕が勝ちになりますけど、別に僕が勝てたとは思ってないんで、またよろしくお願いします。はい、お願いします。
ケース。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。